どうもこんにちは、トイズキングのホルミンです。どもども、今日は月曜日、一週間飛んでトイキンのプレゼント企画、イエイ。はい、というわけで1週間ちょっとお休みさせていただきましたが、プレゼント企画戻ってまいりました。今回プレゼントする商品はでございますね、こちらです。デリン、はい、こちら遊戯王、コナミさんから出ている遊戯王でございます。遊戯王オフィシャルカードゲーム、デュエルモンスターズセレクション10というやつですね。で、中にこれ15パック入っております。まあ計75枚。でこちらは2020年の12月に発売されたものです。パッケージがね、キラキラのパッケージでね、いい感じで、これ未開封なんだけど開封していきます。そう、初めての遊戯王開封動画でございます。何が出るやら、それじゃあ行ってみよう。はい、それではこちら遊戯王全部出しました。一応5袋ずつ、まあ3山っていうの、うん、出しました。すごい、なんかいつもやるのはね、ポケモンカードだからちょっとなんか違和感がある。では参ります。こういうカードなんだ。うーん、なんか絵がいいな。ドリームロック、なんとも言えない。あ、同じカードが出ましたね。これキラキラカードある。おお、あ、ヴァンパイア、そう、ヴァンパイアが入ってるんですよね。あ、いいな、これ、なんか絵がいい、絵がいいやん。あ、キラキラ、キラリン、キラリン、おお、なんていうことだ。やっぱりキラカードいいよね。これはギャラクシーアイズサイファー X ドラゴンというものです。イエーイ、こんなん出ました。さて次、あー、キラカードあんま出ない。お、お、お、なんだこれ、やべえ。これもあのさっきのなんだっけ、ギャラクシー、あー、もうギャラクシーアイズサイファーブレードドラゴン、ブレードドラゴンというものが出ました。わ、星がすっごいな、いっぱいだな。こう、いやー、うおー、なんかテンション上がる。イエーイ。さてもじゃんじゃん行こう。何これ、ブリューナクのネクロスというものが出ました。ヒヒー、ヤッホー、キラキラ。これは何だこれ、なんか SR だとかポケカには書いてあるけど、これは書いてないの、わかんない、ごめんなさい、私これはわからないわ。でもうん、キラキラのテカテカのなんか面白い、こういうやつ出ました。はい、一山終わり。一山目、じゃじゃん、あ、これ、姉ちゃん、お、あ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 、ラチカ、これはフェアリーテイルラチカっていうの、なんかちょっとキラキラのやつ、あ、かわいい、こわはははは、かわいすぎ。なんだろう、ちょっとなんかわかんないな。ちょっとなんかっていうか、うん、まあ仕方がないか。これ、これと何かが。うん、あ、なんか、あ、もまたちょっとキラキラのカード。絵がいいね。なんか桜か。サンアバロン。ドリュアトランティエ。ここの上に、ちっちゃく書いてあるからね、読みにくいんですよ。こんなん出ました。よいしょ。お、お、綺麗。あの、うん、ドラゴン。ね、おお、おお、出たよ。また。
また出たよ。でもこれギャラクシーアイズばっかりだな。てかてか、ギャラクシーアイズサイファードラゴンまた出たよ。あ、向きが違う。へえ、これ出ました。イエーイ。お、クロノダイバーダブルバレル。なんかかっこいい人たちが飛んでおります。あ、こんなん出ましたよ。いや。二山目が終わりました。最後ラスト、割と綺麗だわ本当に絵が。こういうですか。パー、聖夜の降臨。いや何これ、これは何カードっていうの。トラップカードっていうんだ。へー、トラップカード、テカリピカリです。へえ、すごい。あ、これは触り心地もすっげえいい。これ出ました。よいしょ、かわいいな。よいしょ。で、あ、うふ、これも聖なる降臨、緑で。はあ、魔法カード。聖なる降臨はなかったね、このキラキラのやつで。ナイスー。なんか普通のですね。あ、また出たこれ、また出たこれ。大丈夫、手は消毒してますから。あ、これはサンバインスラッシャー、サンバインスラッシャーのちょっとテカリのある、ドア見えにくいな。ちょっと、うん、こうか。ホログラムがここの線のねところにありますね。あう、おお、あらま、あらま、ヴァンパイアフロイラインがテカテカにキラキラになって出たわよ。どないしよう。でもこれヴァンパイアフロイラインのキラカード出ました。あ、もうちょっとで終わる、もうちょっとで終わる。あ、これで最後かよ。はいはい、では遊戯王初開封で出たカードで、キラカードはこれ、こちらですね。上の方がちょっと見えないけど、ごめんなさいね。こんなになりました。そしてこちらを抽選で1名の方にプレゼントさせていただきます。で、詳細はいつものようにツイッターでお願いいたします。ちょっと勉強しなあかん、どういうカードがなんていうの、スペシャルレアなのかとか。だからなんかね、こういう風に箱の裏に書いてあるんですよね。スーパーレアとウルトラレアカード、ウルトラレアカードがこっち、こういうやつなのかな。うん、わからないですが、うん、欲しい人手を挙げてツイッターでお願いいたします。なんか楽しかったな。ポケモンならすぐわかるんだけどね、何がもうスーパーレアカードとか SR だとかね、そういうの書いてあるから。でもこれ書いてないからわかんないんだよね。わお。ちょっと学びます。はい、ご応募のほどどしどしお願いいたしますね。はい、それではまたお会いいたしましょう。じゃあ、おしか、まあ、事実上ちょっと絶版になってるもので、かなり価値のあるブラックセックス、ネロマシンとか、僕にとっては世界一の宝物に見えるんですよね。少ないの、まだお願い。お願いします。